なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったね。教えておいてほしい気分だ。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。って大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。しっかり祈ったか？もちろん。正直な話、僕はちょっと呆れている。これほどの人を救出できるとは思っていなかったんだ。想定外だよ。嬉しい悲鳴だけどね。それでいい。もっと救うぞ。
あそこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。だが、こんな時に電源を給電。君なら、あのライトが転がっている方にあったはずだ。練習してみろ。何かわかるかもしれない。汚れが悪さしてやがったのか。よし、終わり。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。
知らないってどうにもならないじゃないか。電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎ、ボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということは、おそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交友がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うるせえ。冥界の交友は、あの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。リンコのやつ、好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイクもそうだが、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。邪魔しないでほしいよ。
でよし。タバコが吸いてえな。それは無理。あとは外に送るだけだ。困った時の神頼みか。でも、ご利益あったよ。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。ケイケ、あそこ。嫌がった。一旦もめんのやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるので全力で追いかけるんだ。弾を撃ったみたいだな。捕まえるぞ。お前も妖怪の考えが分かってきたな。いや、そんなことないよ。お前はこういうところはどう思うんだ。映画の中の世界みたいに感じる。若いやつには縁のない場所かな。Thank you.
妙な女がいるぞ。六六尾か。誘われているみたいだぜ。ただし妖怪だけどな。あ、なんだ。もう隠れるところはないみたいだね。使えそうだ。このまま見過ごすわけにはいかないね。そうする。もしかして増えてる？ああ、バレてる。悪いことしたから黙っておこうと思ったんだけどな。余裕じゃねえか。ちょっとヒヤヒヤしたな。やっぱり祈ったか？もちろん。知れねえな。カッパより天狗の方がいいよ。なんだお前、天狗派か？派っていうほどでもないけどね。足元に気をつけろよ。油断すると転ぶぞ。なんだこりゃ。自分が慈悲深く覚えてくるぜ。妙なものがあるな。
信心深いな。こういう時だからね。たった3ヶ月で4人。どうだ、ご利益あったかも。昔はこういうところでよく飲んだよ。父様、半分はな、もう半分は遊びだよ。
して。困った時の神頼みか。でも、ご利益あったよ。助ける。よし、また強くなったな。よし、辺りを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。技を覚えられそうだな。より強くガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ？
リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。こいつら。アキト、なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。あらつが来やがったぞ。よし、よくやった。よし、今ので最後か。よかった、 KK のところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。
負ける気がしないよ。気を引き締めろよ。お楽しみのところ悪いが。うん、止めよう。だから黙っておこうと思ったんだけどな。よし、化け物どもは片付いた。あとはレイを助けてあげるだけだね。もっと救えるはずだ。登ればいいんだ。ここからじゃ無理だろうな。高速道路の方はどうだ。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。
あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか？覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか？俺は田舎のじいさんに会いたい。一緒にカッパを探したんだよ。父さんと母さんかな。なんだよお前、汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても氷は渡してくれないみたいだぞ。
よし、長居は無用だ。調子のいいや。汚れが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。あとはタービンホイールだけだな。アジトに戻って情報を集めようぜ。